か。皆さん、おはようございます。今日は中筋、同好会ですかね、のお招きに預かり誠にありがとうございます。こうやって神社で奉納するということがこの 2,3 年ないわけでございまして、子どもたちもこの西の木神社で奉納の神楽ができるということで、張り切って早くから起きてここに来させてもらいました。ありがとうございます。今日はアッコ殿と竹谷社姫というのを上演したいと思います。アッコ殿はこの日本の国に狐がやってくる、姫に化けてやってきて、いろんなことを、いいことも悪いこともする。それを三浦之助、上総之助に退治されるという物語でございますが、ちょっとあの狐の場合はいいんですけど、竹谷社の場合槍を使うもので、ちょっと上の電気なんかにね当たったらいけないということで、ちょっと動作が小さくなると思うんですが、普通はこれ境内いっぱいにこう槍なりあの投げなたを振ります場面があるわけでございますが、ちょっとそこは収縮しておりますので、そのつもりで見てやっていただきたいと思います。それでは最初にアッコ殿を上演したいと思います。最後までごゆっくりご鑑賞くださいませ。Bye.
られ、ようやくこれなる始末けの国まで逃れ、これよりなすのがからを住みかとなし、しばし身をかけさんぬと思うのおり。
ばかりが務めてなし、生きたものを慈悲をかけるのとども、得意の心、よしゆうござる。一夜の宿を貸して先生を、さあさあこちらへこちらへ。これはありがたき、君とその願いもしてないぞ。Thank you.
浦之助、また上総之助と申す三匹の名人に出そうろう。ではこの度、夏月の国は夏の波乱にあこさてこもり、民に悩みをかけること数知れず、ところ大事せの直命なれば、よりは下月の国は夏の波乱を指し、人がやぬと思えなり。君を急ぎなされ候。待って候。はい、you
坂田様付けとも宮八幡の先徳を公明たるものなり、何時悪変にたることは明らかなり、何時速やかに魔性大やらを発表して、この船底に飛び乗りては以前からその港に上陸し、ところどころの方法を流ろうなと飛ばぬいに使え、一の長愛を出世いたしたるも、あれは別生命神安しかのため、この正体見破られ、今三浦之助上総介に再び正体見破られ、白なるは黒くもなく、虚空に飛び去る、うん、you
ありがとうございます。